視点が1箇所なんで円運動になっちゃうとね、入れてやります。やっぱりここがすげえきついね。うお、98.83。 これはマジんじゃねえのか。ギリギリだな、すげえギリギリ。これはやばいな、インナーバレルの交換どころじゃないね。こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はねこれです。じゃん、東京丸井のねガスブローバックエアーソフトガン、M4A1MWS でねちょっと遊んでいこうかなっていう動画ですね。でこのお品物は当チャンネルの応援してくださっているね S さんから提供していただいたガスブローバックエアーソフトガンになりますね。いつもご応援ありがとうございます。はい、ということでね、で今日はこの M4A1 を何していこうかなっていうと、これです。じゃん、ライラックスから出てるカスタムチャンバーね、これをちょっと試していこうかなっていう動画です。ちょっと初速のばらつきが気になって、まあ、これだけのせいじゃないと思うんだけどね、ローディングノズルとかも関係してくるとは思うんだけど、まあ、チャンバーとローディングノズルとかね、その辺ちょっとリフレッシュしようかなと思ったんで、まずチャンバーからねやってみようと。命中率アップって書いてあります。まあ命中率どうだろうね、僕お座敷だからそんなに命中率がどのこうのって分かんないんだけど、まあこれを使っていこうと思います。でついでなんでね、チャンバーパッキンもちょっと古くなってる感じがしたんでね、今回は PDI の、チャンバーパッキン、ダブルホールドチャンバーパッキンだね、これ組んでいこうと思います。50デグって書いてありますね、これ一緒に組んでいこうかなと、そういう動画になりますね。まずこれじゃあ中身開けてみようか。パカッとこう開けるとね、ガイドが書いてあります。作業前のホップダイヤルを最弱にしてくださいと。この辺ね、バレル一式をまずこっそり分解しないとね、チャンバーまでアクセスできないんだったよね。まあその辺も含めてね、ちょっとやっていこうかなというところです。これを組み込んでまたね、いつものようにガスフルチャージで燃費と初速を測ってお座敷シューティングでもやってみようかなというところですけどね。まずはじゃあいつも通りこれはねテイクダウンして、ね、はい、こんな状態にして、じゃあアッパーレシーバー側分解してこれを組んでいこうと思います。アッパーレシーバー側ですね、これをじゃあ分解してね、チャンバーまでたどり着こうというところです。まずねチャージングハンドル引いてね、ボルトと一緒に引き抜いちゃいます。で、ハンドガードですね、次はここをギュッと引っ張ってこう抜き取ります。まあレールの上側のねネジを緩めていきます。ギュッとね、ビスが外れました。そしたら同じようにね、このハンドガードリング引っ張りながらね、ギュッと抜いていきます。抜けるかな、抜けます、よいしょと。じゃあ次ハイダーを外していきます。これはね逆ネジになってますね、ハイダーが外れましたこれね、じゃあね次はフロントサイトを突破していくと、ここだね、ここに芋ネジ入ってるんで、よいしょと。本当はここに芋ネジが入ってるはずなんだけど、なんか欠品してます本当はここに入ってるはずの芋ネジは今のところ欠品中です今度準備しておきます。で今度はここの2本のピンを抜いていきます。ピンポンチを使って、ここのピンね、ピンの上ね変形しちゃってますけどね、でこの2本のピンを抜くとフロントサイトがこうごっそり取り外せますね。でこのハンドガードキャップも抜けますね。でバレルナットがこれダミーなんだっけ、ここにねプラスのネジが入ってますけど緩めます。ビスを外してやるとダミーのバレルナットもスッと抜けてきます。これです。そうすると
よいしょと、ハンドガードリングとハンドガードリングのスプリングね、ここね、切りかけある方、こうなってるわけですけどね、抜けてきます。よいしょと、でバレルナットを、これだね、を外すんですけど、本当は専用の工具が必要なんだよね。もうちょっと申し訳ないけど、ウォーターポンププライヤーで回しちゃいます。多分これね、すぐ外れると思うんで、よしと、外れます。よっと、割れるナットです。これね、ちょっとビス止め剤でね、初めはきつく締まってるんだろうね、ビス止め剤の跡があるんでね。この状態でホップを一番弱い状態にしてね、それでピュッと抜いていくと、バレルが取り外せますね。これがね、アウターバレルから今度チャンバーを一式を引き抜いたところです。これがアウターバレルです。かなりしっかりアッパーレシーバーに固定できるようにはなってますね。すごい作りですね。こんな感じでインナーバレルとチャンバーまでたどり着くことはできましたと。よしと、でね、チャンバー自体はこれ簡単に割れるんだよな、確かな。ここにね、オーリングがあって、こいつね、これでちょっとこのオーリングね、こいつを外してやれば、こうパキッと割れます。よしとね、こうです。でバレルの根元にも、まあオーリングが入ってましたけどね、こういう感じになってます。あとはチャンバーパッキンですね。こう外してやればバレル側の分解はおしまいということになります。取り外したチャンバーをですね、ちょっと眺めていきますか。こうホップをかけていくんだけど、このホップをかける動きが視点が一箇所なんで円運動になっちゃうとね。確かこんなこと書いてあったな。でライラックスのチャンバーは円運動じゃないんだよね、エレベーター的な動きをするんだって書いてありましたね。でこれもオーリングでこう保持されているだけですんでね、ちょっと開けていきます。おー、いいね。じゃあですね、チャンバーを組んでいこうと思います。今回はね、これ PDI のダブルホールドチャンバーパッキンね、中を覗くとこうニュッと押してやるとね、見えるかな、こう2箇所でホールドするチャンバーパッキン、こいつを組んでいきます。はい、こんな感じでね、ここね、こうインナーバレルに切り欠きを合わせて、いらないかもしんないけど、ここの溝だけはね隠したいんで、僕は一回シールテープを巻いてね、組んでいきます。シールテープを巻いた状態ですね。そうそう、ここが二重になってくれるような感じでね、これでじゃあ組んでいきます。これは寸法がかなりタイトですね。素晴らしいね。おー、いいね。はい、よしと、これでね、まあバレルがね回らない、ちゃんと切りかけがあってれば、あとチャンバーパッキのここね、しっかり出てるかチェックしてやって、これでチャンバーのをは組めたと。これをね、多分ここに入れるのがすげえきついんだと思いますね。ホップテンショナーはちゃんとこう動くかどうかだけね、スムーズに動くかどうかだけちょっとチェックしてやってね、あとはバレルをアウターバレルに入れてやります。やっぱりここがすげえきついね。あー、入るね。シールテープが余計だったかもしれないけど、あとは逆の手順で組んでね、こう、あとは動作をチェックしてみようと、そういう状態です。 455g のマガジンにね、吹き返すまでガスを入れて、はい、ね、吹きで485g と、初速と燃費をちょっと測っていこうと思います。外気温は 30.1 度、
マガジンの温度が 32.1 度、BB 弾がギャロップの成分解培養 0.2g を詰めてあります。これでね20発サイクルで初速がどう変化するか見ていきましょう。じゃあね早速撃っていきます。うお、98.83、 これはマジンじゃねえのか。ギリギリだな、すげえギリギリ。ただホップは結構かけてあるんでね、これはやばいな。インナーバレルの交換どころじゃないね。 92.53、 この辺だったらいいけどね。 89.89、 なるほど、相変わらず初速はばらつくってことだよね。しかしあの初段の初速は何だったのかと。 85.07、 こんなもんだよねやっぱりね。初めの初速はちょっとびっくりしたと。 81.28 81.28 81.28 76.76、69.13、 粘るね。はいね、じゃあ108発ですね、打ったところで、ボルトを交代させることができなくなりましたと。はい、じゃあねフロートでサイクルを1回測っていきます。おい、出ましたね、 932.3rpm と。まあちょっと折ったかなちょっと折ったかなっていうか誤差の範囲なんだろうね。例えば920とか950とかね、230の数値のズレは誤差の範囲かな。とりあえず 932.3rpm のサイクルが出ました。今回はね108発出ました。燃費は、30g の 30g のガスが入って1発あたり 0.28g と、ね、108発、まあ変わりません前回と。なんで G&P のローラーボルトのおかげかなっていうところはあります、燃費についてはね。でね、初速がちょっとね変な数字が出たんだよな。いきなり、パーツ組み込んでいきなりね、1発目2発目3発目でね 98.83 ね、 98.83 ってもうギリギリだよね。ただホップはちょっと強めにかけた状態で 98.83 だったけど、これ何だったんだろうね。この一発目のこの初めの初めチャンバーパッキンが馴染む前の、ものすごく気密が極端に上がったとかそういう話かな。ちょっとよくわかんない数字が出ましたね。この辺は参考にしかなんないと思いますけど、で平均の初速はね結構上がりましたね。108発打った中で 82.61 と、この辺はローラーボルトを入れただけの時よりもちょっと初速が上がったのかな平均でね。そうするとこれは何かってことだけども、まあ PDI のチャンバパッキンのおかげかな。チャンバパッキンがだいぶ下手ってたと思うんでね、そこ持ってきてチャンバパッキンが新しくなったんでそれなりのまあ初速になったという感じ。標準偏差っていうデータがあるんだけどそれがね 3.7 となかなかばらついた数値になりました。でグラフを眺めてみるともうちょっと分かりやすいんだけど、あの初めの3発はちょっと異常だったにしてもそこからはね、今までの G&P のローラーボルトだけの状態よりも高いところの初速をピークにしながらね、初速のばらつきはやっぱりまだ出てくるんで、今度はねやっぱりローディングノズルあたりを交換してみてどんな風になるかやってみたいところかなっていうところですね。グラフはまあでもしっかりと交換したなりの、まあ、グラフにはなってると思います。バラつきは相変わらずだけど振れ幅の中でちょこっとね上にスライドできたのかなという感じですかね。で要点の比較を眺めるとまあもうちょっと分かりやすいかなと。燃費は変わらず、初速はややアップ、最大初速はわけのわからん数字ですね。で、サイクルはね、まあまあ、こんなもんなんだろうというところですね。交換したなりの結果は出てるのかなと。まあ、劇的に数値に現れるようなパーツじゃないんだろうね。数字に影響を与えたのは PDI のチャンバーパッキンであって、カスタムチャンバー自体が何か、
数字に影響を与えるような感じではなかったような気がします。うん、まあ6000円ぐらいするパーツなんでね、やっぱりねノズルとのこう噛み合いがやっぱりちゃんとしてないとね、こういうガス風呂の場合はねと思ってまず交換しました。あんまり数字に変化が出るようなパーツじゃなかったかなというところですね。ざっくりとレーザーポインターをねこうゼロインしたんで、カスタムジャンバーなんでね命中精度がいいっていう謳い文句が書いてあったんでね、ちょっとこれで正確めに狙って、どんな風なグルーピングになるのかね見ていこうと思います。お、フルに入ってたね。じゃあ打ってみます。ほうほう、なるほど。ああ、すごいね。ほぼほぼワンホールショット的な、まあこの距離ですからね。もうターゲットに新しい穴が開かないぐらいの。ね、じゃあフロートでじゃあ打ってみますか。初めミスってフロートにしちゃったけど、はい、こんな感じです。すごいね、素晴らしいグルーピングでした。いかがだったですかね、ライラックスの、カスタムチャンバーね、あとは PDI のダブルホールドチャンバーパッキンね、この2つを一気に入れたんですけど、初速ね、あれ何だったんだろうね、多分組んだ直後初打ちだったんですよ、測ったの。なんで組んだ直後にチャンバーパッキンが馴染んでなかったのかな、極端にきつかったのかな。でノズルが何回かね当たってちょうどいい位置に来て初速が安定したんじゃなかろうかなと僕は予想してますが、わかんない。まあね、グラフ的にはもうその後は普段と変わらない、若干初速が上がった程度のデータになってたんでね、そんなところだろうと。その後も初速がね98と90すら超えない、データになってたんでね、初めだけだったんだなっていうところです。で、まあチャンバーパッキンで初速が変わるのはまあ当然なんだけど、カスタムチャンバーね、本当のところ命中精度どうなのよって、丸いのも十分当たるじゃないのっていうね、丸いの純正も十分当たるじゃんっていう感じなんだけど、なんでね今回はちょっとこれレーザーサイト簡単にゼロインして打ってみたんだけど、まあ外さないね。びっくりした。初めミスってそのフロートで打っちゃったんだけど、まあ結構結果的にはね、初めフロートでパパパッと散っちゃったんだけど、その後セミオートに入れたらもうこの辺、まあ僕のゼロインが下手なんでねちょっとずれてたけど、もうずっとここワンホールショット的なパシ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 ね。で最後フロート入れたら上に跳ね上がると、これはまあ当然のっていうかね、リコイルがあるんで上に跳ね上がる感じのグルーピングになったと。まあ5メートルですけどね、長い距離じゃ分かんないけど、しかもあれだよね、箱出し状態でレーザー使ってないんでね、わかんねえっていうね。箱出し状態でも確かすげえよく当たったんで、まあどれだけ命中率アップするのかっていうのはまあ僕の環境じゃわからないけど、悪いもんじゃなさそうですね。初速のアップはまああれだけど、チャンバー周りね、リフレッシュしたいよっていう時にはいいかもしれないね。悪くはならなかった。ただ取り付けるのにちょっとコツがいる部分とね、アウターバレルにこう叩いて入れなきゃいけない部分、叩かなくても入るのか、僕はシールテープかましちゃったからきつかったんだけど、まあね、そんな感じでちょっとコツがいりますが、これも楽しいパーツかな。まあ順番逆だろうって言われますよね、きっと。まずローディングノズル変えなさいよってちょっと変形してんだからみたいにね言われちゃいそうだけど、まあまあまあその辺も含めてね、次はローディングノズルあたり交換できたらなと思いますね。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。最後まで見ていただいてありがとうございますね。
うん、なかなか良かったこれ。ということでね、また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし。すげえ当たるよ。